はい、それではここからですね、第3.2.1項の具知観と既知観という話に入りたいと思います。教科書は68ページです。で、この具知観と既知観の話をする前に、まずこの知観の積というものを定義しておきます。で、まずですね、このシグマとファイですね、これシグマとファイっていうのを共に知観とします。で、この時にシグマとファイの積、シグマ丸ファイっていうのを定めるんですけれども、どういうふうに定めるかっていうと、これはまず、数字をファイで移してからさらにシグマで移した、そういう置換だというふうにして定めます。ちょっとこれはまた後で実際に例題をやってみますので、その時にもう一回聞いてください。で、一応今の時点での注意点としては、このシグマとファイの積としてシグママルファイっていうのとファイマルシグマっていうのを作れるわけなんですけれども、これは順番変えると等しい置換になるとは限らないっていうことに注意しておいてください。すなわち、数学の言葉で言うと、これは可換とは限らないということですね。交換しても等しくなるとは限らないので、これは可換とは限らないと言います。なお、このシグマやファイの取り方、種類によっては可換な場合も存在します。それから、あと注意点としましては、まず、そうですね、まずシグマとファイの積はか、あの、えっと、置換ですかっていう話なんですけども、シグマとファイの積はもちろん置換なんですね。で、それは何で言えるかっていうと、シグマとファイというのはそれぞれ置換ですから、これはもともとこのオメガからオメガへの全端写だったわけですね。ですので、全端写、オメガからオメガへの全端写の合成写像もやっぱり全端写ですよっていうのは、多分数学リテラシーの集合のところでやったと思うんですけど、そういうことで、このシグマとファイの積も置換であるという点に注意しておいてください。それからあと、この、シグマ丸ファイでですね、数字を移す順番なんですけれども、積の順番としては、左から右に向かってこう書きますから、直感的には先にこう左のものでシグマで数字を移したくなるんですけれども、実際には先に右側のファイで数字を移してから、後でシグマで数字を移すというところにも注意をしておいてください。これはすぐ後で例題で見ていきます。ということで、まず例題としましてですね、これは教科書の、演習問題から取ってきたんですけど、ちょっと待ってね。ごめんなさい、ページ数間違ってますね。60、正しくはこの教科書68ページですね。問題番号は合ってます。問題3.1、68ページの一番上に問題3.1というのがありまして、で、その括弧1と括弧2っていう置換があります。こういう置換がありまして、ここの問題は次の置換を巡回表示しなさいという問題なんですけれども、ここではこの、問題3.1の括弧1と括弧2のシグマ、括弧1をシグマ、括弧2をファイとして、この積、シグマ丸ファイというのを求めてみます。シグマ丸ファイを書くと、括弧1のシグマを左側、括弧2のファイを右側に書くわけですね。で、実際に、数字を移す際には、右側の、ファイから数字を移していきます。これ一個一個書いてたんで、ちょっと紹介しますけど、まず、1という数字を移すときには、右側のファイで1を3に移します。それからこの3に対して、今度は左側のシグマで移すと、そうすると3が4に移るわけですね。最終的には、1は4に移るということになります。で、次、2はですね、右側の、ファイで、あ、じゃあ、ファイか、ファイで、ごめんなさい、右側の、ごめんなさい、なんだ、ちょっと待ってね。そうか、そうか、なんか変だな。そっか、ですね、ここ多分間違ってますね。2をファイで移すと4に移りますね。すみません、ここ、シグマ3って書いてあるけど、ここ4に直しておいてください。2をファイで移すと4で、4を、
ファイでシグマで移すと2ですから、この2っていうのは合ってます。ここのシグマ3っていうところはシグマ4ですね。はい、すみません。それから3は、3はファイで移すと5に移って、そこからシグマで移すと1に移りますから、最終的には3は1に移ると。で4は、ファイで移して1に移って、今度シグマで移すと5に移るから4は5に移ると。で5は、ファイで移して2で移って、シグマで移すと3に移るから5は3に移るということで、このシグマ丸ファイというのは最終的に12345を42153に移す置換というふうに計算されます。このようにして置換の積を計算しますので押さえておいてください。はい、ついでにですね、この積の巡回表示も求めてみました。で、12345を42153に移すので、これ1からどういうふうに移っていくかというと、1は4に移る、で4は5に移る、5は3に移る、で3は1に移るので、ここで1つのサイクルですね、1、4、5、3というサイクルができます。で2は2に移るので、長さ1のサイクルなので省略可能ということで、このシグマ丸ファイは、巡回表示だと1、4、5、3になりまして、でこれ長さ2以上のサイクル1個で表されていますから、このシグママルファイは巡回置換であるということも分かります。またこの置換の積ですけれども、あらかじめですね、このシグマファイのそれぞれの巡回表示を求めてから積を求めるということもできます。例えば今回このシグマはこうでしたので、途中の計算省略しますけど、シグマは15と234というサイクルの積で表されていると。それからファイの方は省略します、途中計算省略しますけど、13524というサイクルで表されていると。しますと、こういう形でですね、このサイクルので数字がどう移るかっていうのを見て、最終的に、これ間違いですね。シグマ丸ファイですね。すみません。シグマ丸ファイが1453である表されるということも分かります。という形で、置換の積というのを定義するんですけれども、ここでその置換の積における結合法則ですね、結合率を、説明しておきます。これは補題の 3.2 というのは教科書ですと69ページにあります。でこれは置換の積は結合率を満たすということはどういうことかっていうと、例えば3つですね、置換があったとしましょう。シグマ1、シグマ2、シグマ3というのがあったときに、その順番によらずシグマの結果を、積の結果は等しくないということですね。だから例えばシグマ1とシグマ2の積を計算してからシグマ3の積を計算するのと、シグマ2とシグマ3の積を先に計算してからシグマ1の計算、積を計算しても、どちらの置換も等しくなるということですね。ですので、この置換というのはその積に関して結合率が成り立つので、この最終的にこの置換の積には今後は括弧をつける必要はないという点に注意しておいてください。ここまでいいでしょうか。はい、それからあと逆置換というのがあります。これはどういうものかというと、シグマを置換としたときに、シグマの右からかけても左からかけても、そのかけた結果が高等置換になるようなファイが、もしファイをですね、このシグマの逆置換というふうに呼びます。で大事な性質としましては、この2位の置換シグマに対してシグマの逆置換はただ一つ存在するというところに注意をしてください。これは証明をざっと言いますと、実はこのシグマというのはファイ、オメガからオメガの全端写ですので、その写像の性質から逆写像がただ一つ存在すると、全端写に逆写像がただ一つ存在するということが言えます。でそうするとこの逆写像もですね、やはり全端写ですので、この逆写像ですね、逆写像は置換ですということも言えるわけです。そこで例題が1個ありますね。
教科書の69ページの例題 3.4 というのがありますので、ちょっと見ておきましょう。まずは、この1、2、3、4、5っていう巡回置換の逆置換を求めなさいと。で、それから2つ目は、このシグマ、丸ファイの積の逆置換は、ファイのインバース、あ、これインバースって言いますけど、ファイのインバース丸シグマのインバースであることを示しなさいというものです。で、まず1番目ですね、逆置換の計算なんですけれども、この1、2、3、4、5の意味はですね、こう1を2に移して、2を3に移して、3を4に移して、4を5に移して、5を1に移すっていう置換なわけですね。で、これを全部逆方向に移すような置換を作れば良いわけです。具体的には、2は1に移す、3は2に移す、4は3に移す、5は4に移す、1は5に移すっていう形でこう作ると、これは実はサイクルでですね、1、5、4、3、2っていうふうに表すことができます。ただこれはですね、数字の順番変えてもいいので、よくちょっと変えてみると、実は5、4、3、2、1になっているということがわかります。それからと、この逆置換ですね、シグマ丸ファイの逆置換がこれであるっていうのは、もう実際にこれ具体的に計算してみればいいわけですね。ファイのインバース丸シグマのインバースを、シグマ丸ファイに左からかけましたと。そうすると、置換の結合法則を使って、途中の置換がキャンセルして最終的に高等置換が出てきますので、じゃあこれっていうのはそのなんだファイインバース丸シグマインバースはシグマ丸ファイの逆置換でしたということが言えるわけです。